はい、皆さん、こんにちは。はたしあいチャンネルの古賀です。えー、今日はですね、取り上げたいニュースがまた出まして、えー、急遽動画を、えー、作らせていただいたんですけども、まあ、こちらのニュースです。はい。えー、マリエに球団された出川哲郎、ついに出演番組ゼロ。というですね、結構ショッキングな記事が、まあ、トーツポにですね、えー、載ってました。 まあ、トースポといえばですね、果たし合い的にも何度もお世話になっている、まあ、世界的なですね、新聞社なんですけれども、まあ、そこにですね、まあ、大々的にね、まあ、出川のね、こう、困った顔が載っているわけです。まあ、出川哲郎って言えばですね、大人から子供までの大人気タレントの一人ではないかなと思います。まあ、日本を代表するタレントの一人だと思います。まあ、その出川がですね、えー、マリエの球団により、まあ、 これから干されますよっていうことですね。で、ことの経緯はですね、まあ芸能界にはびこる枕営業の暴露ですね。まあ、あのー、マリエさんがですね、自身のインスタライブで、えー まあ当時、マリエさんが18歳の頃って言いますので、もう15年以上前なんですが、その時にですね、えー、引退した島田紳介からですね、えー、肉体関係を持ちかけられたと、インスタライブでですね、涙ながらに暴露してるわけですよ。で、 ま、出川哲郎やね、あの、お笑いコンビ、ヤルセナスらも、その場にいてですね、島田晋介と肉体関係を結ぶよう、マリエ本人ね、進めてたって言うんですよね。ほんと、救えないですよね。で、出川とヤルセナスの両所属事務所はですね、それぞれの疑惑を完全否定してるということなんですけど、否定してるってことは、まあ、マリエが嘘をついているんだっていうことを、両事務所は主張してるわけです。 で、これに対してですね、梅沢富美男がですね、発言をしているんですよ。で、なんて発言してんのかって言ったら、え、枕営業なんていう言葉はこの業界は飛び交うよと。そんなことを昔からじゃないの。言っていいなら喋るけど、こんなことやってるやつなんていっぱいいるよっていうですね。まあ、そうじゃねえのって一般的には思われていながらもですね。まあ、 メスをですね、この大御所梅沢富美男がですね、えー、切り開いてくれたわけですね。で、ブロガーハーチューさんもですね、セクハラやパワハラを受けたということを暴露してですね、まあ、今ですね、ふつふつと日本版ミートゥ運動が起こり始めているんですね。で、今回ですね、そんな中立ち上がってくれたのが女優の石川由美さんですね。 はい。現役女優さんがですね。まあ、ホテルに連れ込まれたとかね。で、その時の心境は、とか言うと、断ったら仕事がなくなっちゃうんじゃないかなっていう不安があってっていうことをですね、赤裸々に、まあ、こちらもですね、トースポに語っているわけですよ。で、挙句の果てには、最後は枕営業詐欺なるものが出たということなんですね。一体どういうものだということで、ちょっと詳しく、 読んでみたら、えー、石川さんの発言そのまま引用します。え、友達の紹介で大手広告代理店を名乗る人間、Y を紹介されたんです。ある時 Y は一部上場企業のキャンペーンガールの仕事があると言ってきました。ギャラは数千万。一方で Y は性接待はあるからね、と当然のように言うのです。仕方なく私は合意しました。その日のうちにホテルで関係を持ったのですが、 点々点。結局すべて嘘だったんです。いやー、えぐいっすね。まあ、こんなこともあったと、えー、暴露してます。で、まあ、マリエさん、ハーチュさん、石川由美さんと続くこの日本版ミート運動が加速しておりまして、まあ、女性が嫌がっているにもかかわらずですね、まあ、こういう現場を見て、出川哲郎は、 いいじゃん、いいじゃん、やっちゃえよとね。まあ言っていた疑惑が持たれてるってことなんですけど、まあ一般的にはですね、この暴露に対して、うーん。まあ事務所は否定して、ね、本人も否定していたとしてもですね、なんか後継想像できちゃいますよね。ニヤニヤしながら、やっちゃえやっちゃえとかって言ってそうなイメージのあるキャラクターのタレントではありますよね。うん。まあそれがね、 やってねえよってことで、俺は言ってねえよってことで、これから訴訟になるんじゃないかと言われてるんですが、まあもし言ってたとしたら、まあ歳月を得てね、まあ出川さん自身に自分にブーメランとなって帰ってきているんだっていうことになると思うんですよね。まあこの件についてですね、まあ白黒はっきりつくまで果たし合いはですね、でぐ出川さんにですね、手を差し伸べるつもりは全くありませんね。 まあ、これがもし真実だとしたら、彼はずっとね、この先一生ね、やばいよやばいよと言い続けて、あの、生きていくしかないんじゃないかなっていう気はしております。今日は以上です。いつもありがとうございます。失礼します。